今夜は都政について解説をいただいています。中央大学教授の佐々木さんと一緒に都の下水道政策について、その役割と課題、そして未来についてお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずその下水道の役割ですが、佐々木さんはこちらの3点を挙げました。まず1つ目、汚水や雨水を速やかに処理する。2つ目、下水を浄化し海や川に放流する。そして3つ目が下水処理で出る熱や汚泥といった資源を再利用するという3つになっています。はい、そうですね。この私たちの目には見えませんけれどもですね、この都市の地下空間にはですね、網の目のようにこう下水管が張り巡らされていると。で、私たちの生活を支えているんですね。はい、まあ、ですからその3つの役割はですね、まあ、巨大なシステムとですね、実は先端技術が欠かせないと、まあ、それで支えられているんですね。はい、この大都市東京の生活を守るため進化し続けている東京の下水、こちら下水道の役割のうち下水を浄化するその最先端技術の一例をまずはご覧ください。文京区本郷の東京大学キャンパス内にあるベンチャー企業の研究所、若い技術者たちは今意外な取り合わせに夢中になっています。下水処理施設から出てくる、まあ、いろいろな資源を実際にミドリムシがどのように使えるか。この会社は世界で初めてミドリムシの大量培養に成功し、すでにサプリメントや化粧品などに応用してビジネス展開しています。先月から東京都とミドリムシを使った下水処理の共同実験を開始しました。まず下水処理施設にとって窒素やリンというものは削減する対象になっていると。一方視点を変えるとミドリムシにとっては窒素やリンというものは資源になっているんですね。都では次世代型の省エネ処理方法として期待しています。環境負荷を、まあ、その低減して物質が、まあ、その効率的に回る社会づくりに貢献していきたい。現在はおよそ100種類あるミドリムシの中から最も効果のある種類を探している段階で、3年後の実用化を目指しているということです。こちらは荒川区にある三河島水再生センター。ミドリムシはいませんが、現在の日本で最先端の下水処理が行われています。特殊な樹脂をタンクに入れることで窒素とリンの同時消去を短時間で行うことが可能になり、処理能力は従来の2倍にアップしました。東京の下水道の特徴は雨水と汚水が同じ下水管を流れる合流方式であること。川に直接ゴミが流れてしまうことがありました。そこで現場職員のふとした発想から生まれたのがこの特許システム。特許を取ったのはこちらの板なんです。この制御盤をここに差し込むと、こちらに渦ができて滞留していたゴミが自然とこの管を通って水再生センターに流れる仕組みになっています。このシステムは極めてシンプルなもので、2枚の板を下水管に設置するだけで、ゴミを下に向かう渦に巻き込んで別の下水管に導きます。動力を必要としない上、ゴミの除去率は7割以上。東京ではすでに680箇所に設置されていて、ドイツ、韓国、アメリカの企業ともライセンス契約を結びました。例えばフランスのパリはよく映画に出てきますが、大きな環境で合理式下水道のように聞いておりますし、このような形で逆に海外に今度はお貸しをできるという点においてはまさしく誇りを持ってよろしいと。欧州での契約では売上の 5% が都などに入ってくることになっています。下水を浄化するその先端技術について今ご覧いただいたんですけれども、このミドリムシの大量培養に成功した夕暮れな研究所、2年前に都のベンチャー技術大賞もまあこれで受賞していて、実際にその下水処理に実用化できるといいなと思いますよね。そうですよね。まあ、下水の浄化作戦としてですね、ミドリムシを使うっていうのは私は初めて聞きましたね。まあ、しかしこうしたですね、自然力をこう生かした処理技術というものは大いに今後期待されますね。
まあ、この東京都の下水道技術っていうのはですね、まあ、日本ではもとよりですね、国際的にもですね、最高のレベルだと言われてるんですね。まあ、ですからゴミ処理とかですね、あるいは地下鉄のこの技術と合わせましてね、まあ、こういう下水道技術を海外に売ると、これ大いに期待されますね。で、まあ、こうしたやっぱりこう優れた公共技術の海外移転っていうのはですね、まあ、それは国際貢献にも役立ちますし、都市外交にも役立つと思うんですが、ビジネスとしてもですね、成り立つ感じがしますね。そこでしょうね。もう、上水道については、まあ、その漏水率の低さ、また料金徴収システムの高さ、世界に誇れるものですけれども、下水道に関しても部分部分では技術世界に打って出てほしいなというものがいっぱいありますね。うん、そうですね。で、一方でこう打って出る場合にはやっぱりその今まで抱えてきた課題の解決策も、そして今抱えている課題のこの解決策も一緒に考えてあげないといけないのかなというふうに思いますね。目を見張るこの先端技術の一方で課題がないわけではありません。お知らせの後は下水道政策の課題についてお伝えします。今後の東京における下水道政策の課題です。はい、まず佐々木さんはいくつかある中で重要な課題としてこちらの3点を挙げられました。はい、まずは1点目なんですが、施設の老朽化であると。佐々木さん、こちらですね。そうですね。まあ、この下水道の施設はですね、まあ、概ね耐用年数が40年ぐらいとされてるんですよね。はい、まあ、東京の場合ですね、昭和40年代にこう急速に整備をしましたので、まあ、相当こう東京の下水道は古くなってきてますね。まあ、約4割近くはもうすでにですね、更新期、まあ、耐用年数をですね、もう過ぎてきていると。まあ、これをですね、新しく更新するためには膨大なですね、投資が必要でですね、まあ、やっぱりこう財政を圧迫する可能性がありますね。まあ、例えば下水だけじゃなく道路なんかでもそういうこと言われてるじゃないですか。そう考えると本当に深刻な問題だなと思うんですが、続いて2つ目です。地震など防災対策ですが、これは詳しく言うとどんな。そうですね、はい、まあ、今回の東日本大震災のまあ反省でもありますがね、はい、この下水道管のネットワークがですね、破壊される可能性があると。まあ、ねじれるとかですね、外れるとかですね、うん、溢れるとか、はい、まあ、そういうですね、特にこう東京の場合首都直下型地震というものがまあ想定されてますので、そうですね、余計このですね、やっぱり下水道のこうネットワークをですね、の安全性をこう確保するという対策が急がれますね。なるほど。はい、その下水道の政策課題、老朽化と防災対策、その事例を VTR でご覧ください。午後11時を回りました。大塚駅近くのこちらの場所では、今この道路の下で下水道の補強工事が行われるということなので、行ってみたいと思います。東京の下水道の喫緊の課題、それは地下に埋められた下水管の老朽化への対応です。伝染病をきっかけに東京で初めて下水が引かれてからおよそ130年。下水管の総延長は1万6000キロ。東京とオーストラリアの往復分に相当しますが、今後20年の間におよそ6000キロが法定耐用年数50年を超えるとされています。こちらの下水管は戦前に作られたということで、天井を見ますと所々鉄骨が見える部分があるなど劣化が進んでいるのが分かります。都では下水管の内部補強という方法で対応しています。下水管の内側に沿わせるようにして補強工事を行っています。古い下水管の内側にもう一本新しい下水管を通すような、そんなイメージです。この工法も都などが開発したもの。地下を掘らずに工事ができ、水を流しながら進められるのが特徴です。これまでに400キロを補修してきました。大変工事の期間の短縮ですとか、工事費の圧縮に役立っているところです。もう一つ、東日本大震災ではライフラインの大切さが改めて認識されました。おととい、防災に関するシンポジウムで講演を行った猪瀬副知事は、東京が取り組む下水管の耐震化に言及しました。裏足で飛び出てると、1メートル飛び出てると、当然つながってた部分が全部外れちゃってるわけですね。都では独自の技術として下水管とマンホールの接続部分にゴムブロックなどをつけることで地震の揺れを吸収、マンホール部分が浮き上がっても下水管が外れにくいという仕組みになっています。
こういうことって割と日本人がですね、こういう技を考えるのがね。すでに導入は始まっていますが、都では緊急輸送道路などを中心に整備を進めたいとしています。下水管の内側にはかなり劣化が進んでいるところもありましたよね。ですから修理防災対策必要ですけれども、ただやはり地下にあってあれだけの長さ、なかなか早急に対策というふうにはいかないのかもしれませんね。そうですね、まあ、やはりお金の問題ですよね。まあ、この50年前でもですね、下水道の普及率を 1% 上げるのにですね、100億円かかると言われたんですよね。まあ、ものすごくこの下水道ってのお金がかかるんじゃないでしょうかね。はい、まあ、ですからそう簡単じゃないですよね。まあ、それは今後また大きな課題として考えていかねばならないことだと思うんですが、佐々木さんが指摘する都の下水道対策3点目なんですけれども、3点目はこれ合流方式もしくは分流方式ということですが、これはどちらかを選択する、そういう意味でしょうか。そうなんですね。まあ、高度な下水道がですね、整備が求められるという一方で、まあ、現在の東京の区分はですね、23区はですね、8割がこの雨水とですね、汚水を一緒に処理するその合流方式なんですよね。しかしだんだんこう主流はこう分流方式にこう世の中的には変わってきてましてね。でこの合流方式ですと、まあ、1時間に50ミリの雨ですと大丈夫だと言われてるんですが、現在こう増えてきているゲリラ的な集中豪雨になりますとね、100ミリを超えると、こうなりますと、まあ、なかなかですね、対応できないと。溢れてしまうと、まあ、ですから汚染対策上もそうですが、こういう防災対策上ですね、やはり雨水と汚水を分けるこう分流方式に切り替えていくことを急ぐべきじゃないでしょうかね。まあ、そう聞くと分流をどんどん進めていかなければいけないなと思うんですが、実情はどうなのかということで、この合流方式か分流方式か、都の下水道行政のトップに考えを聞きました。東京の特に23区の下水道っていうのは明治17年から作り始めて、特に昭和、そうですね、1950年代に集中的に整備をしたんで、合流式下水道で作らざるを得なかった。まあ、確かにそのすぐできたんだけども、ただ汚水が、普段雨が降らない時は汚水だけが流れてて、雨が降ると、一緒にそれが流れて、ある程度の量を超えると川に流れ出てしまうっていう、そういう、まあ、デメリットがある。合流式を分流式にどんどん変えていく、今あるものを変えていくっていう発想っていうのはもう今はないんでしょうか。そうですね、23区の中では特に先ほど申し上げたように、もうすでに地下の中にある下水道管、深いところにありますから、それでかなり大きな管になってるんで、まあ、それをまた作り変えるというのは非常にこのコストもかかるし時間もかかる。そういう意味では今にあるのをいかに効率よく使うかということが大事だと思ってますので、補強しながら、そして初期の雨水をできるだけ貯めて、雨水が河川に直接流れ出ないようにしていくっていうのはやっぱり一番合理的だと思ってます。分流が望ましいけれども、現状ではなかなか難しい今ある方式をどのようにして利用していくかということですが、いかがですか。まあ、あるものをですね、利活用するっていうのは確かに現実的だとは思うんですよね。ただやはりこう分流式に切り替えるですね、100年の体系のようなですね、まあ、こういうやっぱりシナリオがないとですね、ならないんじゃないでしょうかね。そうですね、今夜は都の下水道政策の現状と課題、そしてまあこれからを見てきたんですけれども、まあ、今後この下水道政策どうあるべきだというふうにお考えですか。そうですね、まあ、見えないところのおしゃれが本当のおしゃれだと、都市でもそういうふうに言えるんですよね。まあ、人体に例えますとね、この上水道は動脈だと、下水道が静脈だと、まあ、このネットワークがしっかりしておりませんと、まあ、この都市は大変大混乱に陥りますよね。まあ、この東京もですね、このまあ高度近代都市を目指すとすればですね、やはりこのヨーロッパの都市に負けないようなですね、この下水道の整備をきちっとしながらですね、こう近代都市を作っていくという、まあ、こういう一翼をですね、担うような、やはり下水道政策っていうものがこれから期待されますよね。まあ、見えないところといっても本当に生活に密着しているもので、なおかつ、まあ溢れる時とかも考えると景観にも直結している大事な問題ですね。おっしゃる通りですね。はい。